公立豊岡病院組合とは、地方自治法に基づいて設置された、公立病院運営のための一部事務組合である、兵庫県豊岡市と町来市からなる、同組合が運営する病院は、公立豊岡病院組合率となる、豊岡病院を中心に、日高医療センター、伊豆市医療センター、町来医療センターの、軽四病院を運営している。この項目では、豊岡病院以外の、 各病院についても記す。厚生死と洋歌詞。将来死したる住所兵庫県と洋歌詞古木線十四番地管理者。新藤和亀青木俊彦佐藤二郎井上哲也。松原明夫組合議員十四名運営病院と洋歌詞。組合立都洋歌病院。組合立都洋歌病院日高医療センター。組合立都洋歌病院水資医療センター。朝生子市。組合立朝生子医療センター詳細は。 公立豊岡病院を参照日高医療センターは、豊岡市日高町岸中にある総合病院。正式名称は、公立豊岡病院組合率、豊岡病院日高医療センターである。1947年に、日高分院として開設され、日高病院となった後、2007年より、現病院名となった。伊豆市医療センターは、豊岡市伊豆市町福住にある病院。 正式名称は、公立豊岡病院組合率、豊岡病院伊豆市医療センターである。1950年に伊豆市部院として開設され、伊豆市病院となった後、1998年に現在地へ移転し、2007年より現病院名となった。当病院は、老人保健施設、特別養護老人ホーム、保健福祉センター、伊豆市訪問看護ステーション、眼科会業医、 薬局に隣接し、官民共同で、触れ合いの里と呼ばれる福祉ゾーンを形成している。他の病院では、もう食べられないとされるような塩化障害の患者を、積極的に受け入れ、入院治療、リハビリを行い、家庭に戻す、老人再生医療に定評がある。ところが、田島全体の勤務不足により、豊岡病院と八日病院に医師を集約する、方針が取られた煽りを受け、 病床を老人保健施設などへ転換し、上記に2名の無償診療所化する方針が打ち出された。住民説明会では、伊豆市、担当地域の住民及び現場医師から反対意見が噴出した。上記に3名の病院縮小に計画が変更されたものの、議論の進め方が乱暴すぎるとして、青木委員長が講義の退職を行った。規模縮小後、医師からは、 一人でも倒れたらどうなるのかと不安の声が上がっている。長来医療センターは、長来市和田山町方向寺にある総合病院。正式名称は、公立と洋化病院組合立朝子医療センターである。2016年5月1日に、以下の柳瀬医療センターと和田山医療センターを統合して、新築移転の上会員した。長来市内に二つの病院を用していたが、 各医療センターの項に、記載の通り、医師不足による診療体制の縮小、また、和田山医療センターについては老朽化もあって、2007年頃から、豊岡病院組合立病院のあり方が検討され、結果として、柳瀬和田山の両病院を統合、集約し、将来市の総合医療を担うことが望ましいとされ、地域社会が一体となった。 地域包括ケアシステム全体の中で協調と連携により地域密着型の医療の提供のため、洋父市の公立養化病院との連携によって、救急医療を、また地域の診療所等とも連携し、地域完結型医療の構築を目的とする方針である、柳瀬医療センター、朝越山東町柳瀬にあった病院。正式名称は、公立と養化病院組合立町来。 柳瀬医療センターである、1962年に、柳瀬せ病院として開設され、柳瀬病院となった後、2007年により、現病院名となった。公立と洋病院組合の各病院はおおむね赤字経営が続いているが、当病院は黒字が続いていた。また、地域の医師会との連携などで、山東地区の住民の医療費は、周辺地域と比較して、低くなっていた。常勤医は 自治医科大学出身の医師で占められており、壁地にもかかわらず、養成医師の派遣先として人気は高く、義務年限を超えても当病院に泊まる医師も多かったと、いい、小規模病院の成功例とされる。伊豆市病院同様に、病院縮小の方針が打ち出され、三島地区の住民の99.5%からの反対署名が集められたにもかかわらず、常勤民が5名から3名に減らされた。 2007年9月より、時間外救急患者の受け入れを中止し、入院診療及び外来診療も制限されるようになり、さらに同病院に常勤として残る予定であった内科医が体力的な不安から退職し、常勤医がわずか2名となり、常勤の内科医はいなくなったことから、病院機能は著しく低下したとの指摘がある。また、前述のように、 当病院は黒字経営を続けてきたが、入院、外来の制限の影響で、1億円の赤字に転落する見込みとなったことから、病院再編に疑問の声が上がっている。和田山医療センター、朝生市和田山町武田にあった、総合病院、正式名称は、公立豊岡病院組合立朝生和田山医療センターである、1967年に、 北兵庫整形外科センターとして開設され、北兵庫内科整形外科センターを経て、総合病院としての和田山病院となった後、2007年より、現病院名となった。北兵庫整形外科センターとして発足したことが、示すように整形外科を特徴とする病院である。医療再編により、柳瀬医療センターの救急患者受け入れが、事実上休止したことから、休館の受け入れが、 前年比1.7倍と激増し、問題となっている。また、当病院は、整形外科を中核に据えた、医療体制となっているため、消化器の手術などには対応することができずに、搬送を断るケースも多くなっている。浜坂病院1957年、三方郡浜坂町に、浜坂分院として開設され、後に、浜坂病院に解消した。三方郡浜坂町。 道軍温泉町の豊岡病院組合からの脱退により、1973年3月に一時敗因となった。同年5月に浜坂町立の公立浜坂病院として再開を果たし、現在は市町村合併により新温泉町立となっている。和田山病院1961年、町来軍和田山町に和田山分院として開設され、後に、 和田山病院に改称した北標語整形外科センターの開設に伴い、1967年に廃止された、明治4年、豊岡県医局開設復刻文によって、廃藩地県により、豊岡藩が豊岡県になった時と同時に設置された、異加減分本県下破産院山壁なれば常に政府、濁れ文明の機運を、急おさむするのをはず不幸疾病にリル時ハゼを保護する。 守る制御を変えかず悲鳴に質問を伏まこ誠に、貧善至りリリに不感よって、これの度、病と豊岡評外局創立交換治療科願いでこと、明治4年と豊岡県よく解説布告文、本県下破産因産壁なれば常に世風に遅れ、文明の機運を寄付しゅうするあたはず、深う失平にかかるとき派、これを保護する衛生行き届かず、悲鳴に質問の少なからず誠に貧善至りにたけず、 四つてこの旅と8日表において、仮よくあは日立さふらふアいだちれうねがいずべきこと、ありがとうございます。